京王バス、永福町営業所、永福町所属社、京王バス、永福町営業所は、東京都杉並区永福2丁目60-19にある、京王バスの営業所である。当社を表す、車内識別記号は、D。ナンバープレートは、杉並、新宿駅、渋谷駅、永福町駅、八幡山駅、三鷹駅などを主なターミナルとし、新宿区、中野区、杉並区、三鷹市などを運行する一般路線バス、杉並区、コミュニティバス、すぎ丸を所管する。高速バス、観光バスの車両配置もあり、以前は京王電鉄バスの高速バスセンターも併設されていた。京王井の頭線の永福町駅付近にある。また京王井の頭線の引き込み線が通っており、井の頭線の新車搬入はここで行われる。かつては、車庫内に京王エコステーションが設置され、CNG を燃料とする CNG 車が多く配置されていたが、2016年末までに CNG 車は全廃され、翌2017年にエコステーションも閉鎖され、建屋も解体された。なお本校では、永福町営業所から分かれる形で発足し、かつて存在した、京王帝都電鉄時代の笹塚営業所と、世田谷営業所についても述べる。また2019年10月1日より、永福町営業所世田谷車庫となった、世田谷営業所についても記述する。京王帝都電鉄の設立後間もない、1948年9月16日に新設された営業所である。その後、1949年12月25日に、笹塚営業所の開設により、一旦は同所の支所となるが、1950年7月1日に支所から独立し、再び営業所となった。終戦直後より、都営バスとの相互乗り入れによる東京線、新橋永福町線の運行を開始し、1960年代半ば頃には、他に、方南線、松ノ木線、三鷹線、渋谷線などを受け持っていた。その後、1970年に永福町検借の移転及び永福町工場の廃止により営業所の敷地が拡張され、同年12月1日に世田谷営業所を統合した。これにより永福町営業所はおおむね現在の規模となった。世田谷営業所とは1955年に笹塚営業所の移転によって開設された営業所で新宿三鷹方面や新橋下高井戸間などを甲州街道上を走る長距離路線をいくつか担当していた。しかしこれらの路線は営業所統合の頃には廃止されており、世田谷営業所から永福町営業所に引き継がれたのは主に阿佐ヶ谷線や大宮線といった路線である。1998年10月16日より京王電鉄からの受託運行を京王バスが開始し、現在は譲渡路線を含めすべての一般路線の運行業務を京王バスが行っている。2006年4月1日には大宮線が中野営業所に移管された。2013年5月13日に大宮線が当営業所に復帰。代替として渋谷初台線、笹塚循環線が中野営業所に移管された。ただし、渋68は中野営業所移管後も渋谷駅、永福町の一便のみ NHK 線の入庫にて当営業所にて担当していたが NHK 線の減便とともに2018年1月31日をもって運行を終了した。2019年10月1日、主に高速、貸切バスを専門に扱っていた世田谷営業所を当営業所の配下の車庫とし、永福町営業所世田谷車庫に改称した。初代とは場所が異なり、世田谷区上北沢5丁目 9-1 に所在し、京王線上北沢駅と八幡山駅の間の北側の国道20号沿いにある。2008年10月より、全路線が京王バス東の自社路線となった。中央通り地下道経由で都庁へ向かう京王便、除籍済み新宿駅西口から、東京都庁へのシャトルバス。都庁第一、第二本庁舎、都議会議事堂を循環する系統となっている。系統番号の頭文字はシティホールの頭文字を取ったもの。平日は7から19時台に運行されるが、土曜、休日は11から15時台の運行に短縮される。都議会議事堂新宿駅西口間は、都庁舎下の大型バス駐車場の構内を通過する。1991年の都庁新庁舎完成時から、都営バス、新宿営業所が単独で運行していた路線に、1999年11月1日に、京王が参入した。この事情により、すべての停留所が都営バスの管理となっている。運賃は、都営、京王とも、大人190円、小200円。都庁へのシャトルバスということもあり、環境に配慮して2001年には、都議会議事堂の駐車場に、CNG 充填施設のエコステーションが新設され、都営、京王ともに、CNG 車が充当されていた。その後2014年にエコステーションは閉鎖され、京王の CNG 車は全廃された。CNG 車に代わり、現在はハイブリッド車も使用されている。通常は大型車が使用されるが、京王便では稀に中型車が代走することもある。都営側の担当営業所は、1991年4月1日の開業時は、新宿営業所。2009年4月1日より、新宿支所から小滝橋営業所へ移管された。なお、CH01 と交換する形でハヤ81が、新宿支所へ移管されている。宿32は、南大図書館までは宿33と同経路を走り、その先中野区弥生町の交差点で右折し、その先東京メトロ、中野検尺の脇の道を通り北上、その先神田川を渡り、和田1丁目交差点で左折し、中71系統と並行して、厚生会聖堂に至る。聖堂前では、法輪閣の駐車場に入って折り返す。かつて乗車案内は、厚生会聖堂前、不問館となっていたが、この表示の中の不問館が2011年の東日本大震災により使用できなくなって2019年に完全に閉鎖されたため、バス前面と側面の LED 表示器と車内自動音声ともに厚生会聖堂前と短縮されている。宿32と A70 を合わせて事実上新宿駅西口と A 福町を厚生会聖堂前経由で結ぶ路線を形成していると言える。宿35、A72 は2014年10月1日、厚生病院の移転開院に伴って登場した。既存の宿32、A70 を厚生会聖堂前から1区間延長する形で、それぞれ毎時1本程度の運行である。方南通りを経由し、永福町と新宿駅の間をほぼ一直線に結ぶ。新宿側の利用率が高い典型的な都心、郊外直結路線。永福町付近に一方通行道路があるため、終点付近は半時計回りの運行ルートであるが、永福町で運行を打ち切るので循環運行ではない。2019年2月18日実施のダイヤ改正より一部、峰停留所で始発、終点となる系統の運行もあるが、この便は中野営業所担当となっている。なお、峰停留所は方南町駅の最寄りバス停の一つで案内されており、環七通りと方南通りが交差する。方南町交差点の東側に位置する。このため、方南町交差点の西側に位置する方南町駅、停留所、永福町方面には行かないので注意。2021年4月1日実施のダイヤ改正より、峰止の便は、南大交差点止に変更された。上勢自動車紹介等横乗り合い帝都電鉄。小田急電鉄東京急行電鉄と事業者の移管を繰り返した後、京王帝都電鉄発足と同時に京王バス。1960年代には、久我山駅から東京線と同じルートで、新宿駅西口まで運転されていた。永福町久我山駅間の本数は非常に少ない。当路線では、中型車が使用されている。松ノ木線専用の小型車用。永福町と高円寺駅を松の木経由で結ぶ。昭和30年代に永福町、松の木町の路線として、京王単独で開通し、2002年6月1日付で、高円寺駅へ延長の上、関東バスが新規参入した。道幅が狭く、松の木住宅発着時代から小型車を使用していた。高円寺への延長に至っては、さらに狭い道路でのバス同士の行き違いが必要になるため、両社とも専用の小型車を新規導入している。日中は、高45として運転されるが、それ以外は、新例2として新高円寺駅で折り返し、永福町から新高円寺駅間の本数を同じ運行台数で増加させている。高円寺アワー踊り開催中は、高45は運休となり新高円寺駅、永福町間を通常の高45と同じダイヤにおいて、新例2として運行する。2019年10月16日、ダイヤ改正が行われた。八幡山駅とその南側にある希望が丘団地を結ぶ短距離路線である。団地には小田急シティバスが乗り入れ、小田急線の駅と連絡しているが、京王線へのアクセス手段を望む住民の声に応える形で2001年10月に開業した。当初は調布営業所が受け持っていたが、2005年12月に移管された。平日と土休日にかかわらずすべての時間帯で中型車での運行になっている。路線図上は起点付近、終点付近ともループ状になっているが、ループ部での起終点をまたぐ乗車はできない。停車順は上記の通り。2016年10月17日のダイヤ改正より新設されたカラス51の運行開始に伴い、日中時間帯は運行せず、朝、夕方のみの運行となり16時から18時台の本数が減便となった。2018年2月22日のダイヤ改正より深夜バスの設定がなくなった。また、減便されたカラス51の代替として8例2を新設した。下記の共同線と合わせて、永福町営業所が所管する路線の中で他の路線と交わらないエリアを走行している。2014年1月16日のダイヤ改正で新設された。運賃は小田急シティバスと共通で大人210円、小210円。7時台20時台の運行で30分ヘッド。船橋交番北八幡山駅間は801と同経路。この路線の開業で共同駅周辺の商圏、赤堤地区と上北沢、八幡山地区が乗り換えなしに移動できることになった。2016年10月17日のダイヤ改正で経路変更が行われ、船橋交番北経由が希望が丘団地経由に変更された。2016年10月17日のダイヤ改正に新設された路線。この路線の開設に伴い、調布営業所で運行されていたカラス51は廃止となった。千歳台4丁目停留所は、千歳烏山駅方向のみの停留所である。2018年2月22日のダイヤ改正で、土曜1本に減便された。八幡山駅希望が丘団地については代替として、802を新設した。サッカー開催時、イベント開催時のみ運行される。杉並区、コミュニティバス、杉丸楓路線は、関東バス五日市街道を営業所が担当する。船橋線1997年10月1日、京王バスの営業開始に合わせて、調布営業所へ移管。渋谷初台線、東急バス、淡島営業所の系譜に属する旧、代々木乗り合い自動車以来の路線で、旗台線や阿佐ヶ谷線の開設後も、平成中期まで東急が単独運行していた。2000年6月16日付で、京王バスが新規参入。渋61は2002年5月31日まで、東急バス、淡島営業所と共同運行。翌日からは、東急の撤退により京王単独の運行となった。2013年5月13日付で、中野営業所に移管された。笹塚循環線2003年1月開業。大山町笹塚駅間はラケット型ループ経路で循環する。2010年10月1日、笹塚停留所を移設し、笹塚駅へ変更。同年10月11日に路線再編し経路変更。同時に支部67は支部60に変更され廃止。2013年5月13日、中野営業所へ移管。大宮線歴史は古く、戦前の東横乗り合い時代に中野と大宮八幡を結んでいた路線が前身である。1960年代までは十間坂から堀之内2丁目へ抜け、本村橋で全福寺川を渡るという、現在とは全く異なる経路で運行されていた。2006年4月1日付で中野営業所に移管されたが、2013年5月13日の所管外で永福町に戻された。ただし、中野車庫発着便は引き続き中野営業所が担当していた。2018年2月22日付で中野営業所に再移管された。厚生病院高円寺駅南口2014年9月16日に開業。当初は堀之内2丁目高円寺駅南口間を結んでいたが、同年10月1日に厚生病院発着に延長となった。新高円寺駅は停留所位置の関係で、高円寺駅南口方面のみ停車する。当系統の京王が設置するバス停は、厚生病院のみとなっており、堀之内2丁目杉並車庫間は、都営バス、新高円寺駅高円寺駅南口間は、関東バスの停留所を利用する形となる。2018年2月22日付で、中野営業所へ移管。渋谷線2019年2月18日実施のダイヤ改正により中野営業所に移管された。なお、夕方に1便設定される渋谷駅始発の代々木3丁目駅のみ、引き続き永福町営業所が担当する。中野新橋線2005年9月16日、廃止された中82系統が永福町営業所、2014年4月14日より南部高齢者会館発着便の補完として、南大交差点発着便の運行が開始されたが、これは中野営業所が中型車で担当していた。2019年2月18日のダイヤ改正で、南部高齢者会館発着便も中野営業所に移管された。阿佐ヶ谷線2019年2月18日実施のダイヤ改正により中野営業所に移管された。これに伴い方南町発着の出入庫便は廃止となっている。渋谷区、コミュニティバス、八甲バス、京王の八甲バス参入時より、永福町営業所が長年担当してきたが、2019年10月16日より、京王担当の2路線とも中野営業所へ移管。東京線1949年に、都営バス、小田急バスの前身の武蔵野乗り合い自動車と三社協管で運行開始。翌1950年、武蔵野乗り合いは小田急電鉄に買収され、社名を小田急バスに変える。都電第5次撤去と同時の1970年3月20日限りで都営と京王が撤退。小田急バスは新宿駅西口までに短縮の上、宿44系統として運行を継続している。新橋線都営バス、新宿営業所と共同運行。世田谷営業所からの引き継ぎ路線で、引き継ぎの際に終点が永福町へ変更された後、1971年10月31日限りで、京王が撤退。都営は、新宿車庫までに短縮して37系統、後に橋78系統となったが、交通局第3次再建計画に伴う、路線再編成により1982年12月25日、限りで廃止された。新橋永福町線都営バス、新宿営業所と共同運行。1950年10月に開通し、新橋線と異なり当初から永福町所管だった。富ヶ谷から渋谷2丁目にかけての渋谷地区では、永福町駅は渋谷駅東口、宮下公園、宇田川町を、新橋駅行きは神山町、渋谷栄通りを経由していた。六本木と新橋の間は、都電6系統と並行し、六本木から青山1丁目まで、外苑東通りを走り、青山通りに出て、渋谷駅というルートを取った。1969年3月31日、限りで廃止。富ヶ谷と代々木上原の間の井の頭通りは、2003年に笹塚循環線が新設されるまで、30年以上も路線バス空白地帯となってしまった。高円寺線都営バス堀の内営業所杉並、営業所と共同運行。1957年に開設された都営バス9系統に後から京王が参入して136系統と改められる。1971年8月31日限りで京王が撤退。都営は項79と系統番号を改めてそのまま存続したが、交通局第二次再建計画に伴う路線再編成により1977年12月15日限りで廃止になった。しかし、2014年の厚生病院移転に伴い、高円寺駅厚生病院線として復活を果たした。駒場線東京急行電鉄目黒営業所と共同運行。東急との相互乗り入れで目黒区に足を伸ばしていた路線。東急では松濤線と呼称した。1955年に新宿駅西口と駒場駅の間で開通。当初は京王単独で、しかも、秦大経由だった。その後、山手通りの整備が進んだ1965年に、東急東横線中目黒駅まで延長、東京急行電鉄の専属線と接続の上、東急が新規参入した。新宿駅西口と初台交差点の間は、新橋線と同じ、初台交差点と、東大前の間は、渋谷初台線と、同一、中目黒駅から、終点の目黒区役所までは、東急バス専属線と同一のルートを取った。新宿駅から目黒区東山にあった東急修学旅行会館へのアクセスを確保すると、ともに東海大学本部、代々木キャンパス、東海大防制高校への通学輸送を担っていたが、1971年に京王が撤退、残った東急便も1974年1月15日。限りで廃止となった。3県、茶屋線、小田急バス若林営業所と共同運行。1950年に開設。旗台を左折して中野通りに入り、東急バス旗ヶ谷線との並走区間を経て、茶沢通りを南下、東急多摩川線とぶつかる三軒茶屋まで運転された。1966年の車両制限令改正に伴い、世田谷区北沢の狭隘な道路を大型バスが走れなくなったことで、新宿と下北沢の間が廃止になり、同時に京王は撤退。下北沢引換所野沢交番間の小田急バス単独で継続される。松沢線現在の杉丸及び希望が丘団地線の系譜につながる路線。1954年に下高井戸杉並高校間で開通し、後に浜田山駅での分割、世田谷区、松沢方面へのルート変更を経て、1970年の世田谷営業所閉鎖時に廃止。松の木線項45、新霊に系統の前身。2002年6月2日、路線延長に伴うリニューアルの形で廃止。新宿循環線1978年4月10日、運行開始。宿40は、西参道先回り。宿30は12社池の下先回りで5個から終社まで運行。2004年11月30日限りで廃止。2003年4月1日より中野営業所が担当し、S01 系統、新都心循環ワンコインバスとして運行開始。その後2009年9月27日に新宿ウィーバスが開業し、2011年12月1日より S01 系統も新宿ウィーバスに統合された。青銅線宿32系統の折り返し便といえる存在だったが、独自区間が南大交差点と川島通りの間のごく一部しかなく、重複整理を理由に2004年11月30日限りで廃止され、宿 32.33 系統に統合。これも宿32系統の変形で、南大交差点を右折して、富士高校を経由、中野車庫を左折というものだった。宿32の運転本数のうち、2から3本に1本の割合で、宿34に振り替えたが、乗客の流動が偏ったため2001年3月、限りで廃止、宿32系統に集約された。2011年7月1日、A70 の開設に伴い廃止された。笹塚循環線2003年1月に、笹塚循環線として開業。2010年10月11日の路線再編で、支部60に変更されて廃止。NHK線専用車の日産ディーゼル、スペースランナー RM2000 年3月18日に開業した NHK スタジオパークへのシャトルバス。NHK 線専用ラッピング車両の中型車が充当されたが、検査時やイベントによる多客時などは一般車両で運行されたこともある。運行開始当初は、東急バス、淡島営業所との共同運行路線だったが、2010年3月31日限りで東急が撤退して、京王単独の運行となり、運賃も大人150円、小児80円から、一般路線と同額の大人210円、小児110円に改定された。直行シャトルバスのため、途中の停留所には停車しない。渋谷駅発着路線で、NHK 放送センターを経由する系統は、神南1丁目交差点から公園通りを経由するが、本系統は、ファイヤー通り経由。スタジオパークが2011年4月から、半年間改装のため休館したことから、本系統は2011年3月28日より2011年10月14日まで、休日の運行を休止していたが、イベント開催時などは、休日にも運行することもあった。NHK 放送センターの建て替え計画と新型コロナウイルス感染症のパンデミックが重なり、スタジオパークは2020年2月25日を最後に休館となったため本路線も運休となり、そのまま5月11日付で閉館が決まったため廃止となった。再開は建て替えの終わる2036年以降になる。出庫便として、朝1本運行していた。渋谷線2019年2月18日のダイヤ改正より宿51は中野営業所に移管されたが、平日渋谷駅発の最終便となる代々木3丁目止まりのみ引き続き永福町営業所が担当していた。NHK 線の廃止により中野営業所が入庫便として担当している。杉丸のリフト社費のリエッセのリフトバスとしては、最初期に導入されたもの100周年、記念復刻塗装車、日産ディーゼル、三菱ふそうトラックバス、いすゞ自動車、日野自動車の4メーカーの車両を保有する。京王帝都電鉄時代から営業所ごとに採用メーカーが分かれており、1994年までは永福町営業所では三菱車を導入していた。1995年からは、京王バスグループの他の営業所と同様、日産ディーゼル製の中型長尺ワンステップバスの大量導入が開始され、以降は日産ディーゼル製車両の配置が急増し、経年車は JP のノンステップバスに置き換えられた。そのため、三菱ふそう製と日産ディーゼル製車両の割合が高かったが、UD トラックスのバス製造事業撤退と J バスの発足後は、日野自動車製の車両も増えつつある。1996年から日産ディーゼル RN の大量導入が始まると、永福町営業所にも富士重工業製 8E 車体で導入された。うち1台の D79784 号車が京王レールランドで保存車両として展示されている。また、1999年には初代オゾンシャトルバス専用車として、西日本車体工業製 96MC 車体を仮装した RN が3台配置され、永福町営業所のみに在籍していた。その後、K79953 が保存シャトル予備車として残った他は、79751と79752の2台は、一般色に塗装変更した上で、路線車に転用され、他の営業所へ転出した。最終的に 79951 は、調布から永福町へ戻って、除籍 79,952 は、府中を経て、調布に最後まで残り、除籍時には、調布営業所で RN のさよなら運転が行われた。小型車は、日野、ディエッセとポンチョが在籍する。杉丸は各コミュニティバスの専用塗装、松の木専用として、一般路線塗装の車両が使用される。杉丸は2000年の運行開始時に、ディエッセが5台導入された。うち1台は中扉に車椅子用リフトを備えたステップリフトバスで、これはディエッセのリフトバスの路線バスとしての営業運行では最初期のものである。杉丸のディエッセは2004年に2台増備されたが、2016年12月までに前車が2代目ポンチョに代替された。ディエッセは一般路線塗装の共通予備車1台のみが残存している。2006年と2007年に導入された三菱ふそうエアロスターノーステップは当営業所のみに申請配置された。相次ぐ路線移管と転出車が多い中で2020年12月現在、全車が生え抜きのまま在籍している。2013年8月にはエルガハイブリッドが配置された。2013年と2015年には慶応の電車、バス100周年記念復刻塗装車が導入されている。2014年11月17日からご当地ナンバーの杉並ナンバーが導入開始され、2015年以降の新車と転属車は杉並ナンバーで登録される。それ以前から在籍していた杉丸専用車も全車が杉並ナンバーに変更された。中野新橋線、八甲バス、新宿パークタワーオゾンシャトルバス、ヒルトン東京シャトルバスは中野営業所へ移管されたため専用車両も転出した。これにより、永福町営業所には特定車の配置がなくなった。CNG 車とエコステーション小型 CNG、ワンステップバス三菱ふそう、エアロミリ MJ 新宿パークタワーオゾンシャトルバス2000年代、初頭より環境対策として営業所敷地内にCNG スタンド、慶応エコステーションを設置し、CNG 車を多く配置していた。CNG 車の導入は、2000年の杉丸専用車の日野ディエッセに始まる。これは、路線バスとしては、日本初の CNG バスによる営業運行となるもので、CNG 改造は、フラットフィールドが手掛けた。これ以降、慶応では、CNG バスを大量導入することになるが、小型バスの CNG 改造はすべて同社が手掛けている。2002年には一般路線用大型ノンステップバス。こちらはメーカー純正の CNG 車である。抵抗会社として都庁循環線などに充当された。2003年には一般路線車として三菱ふそう、エアロミリ ME1 台、特定車として新宿パークタワーオゾンシャトルバス専用の三菱ふそう、エアロミディ MJ を2台導入した。中でもエアロミディ MJ は、永福町営業所のみに配置されていた車種で、リーフサスのワンステップバスであった。リビングデザインセンターオゾンが東京ガスの施設であることから、2代目専用車のエアロミディ MJ では、CNG 改造が施された。三菱製小型車の CNG 改造も、フラットフィールドによる。その後、2016年12月末までに、永福町営業所所属の CNG 車はすべて除籍され、エコステーションも翌年に解体された。CNG 車は、府中営業所や調布営業所にもコミュニティバス用の小型車で導入実績があるが、自前でエコステーションを建設したのは、永福町営業所のみである。高速バス車両は、中央高速バス地の諏訪、岡谷線、伊那、駒ヶ根線、飯田線、松本線、長野線、飛騨鉱山線、仙台線の車両配置がある。伊那、駒ヶ根、飯田線の管理も行う。このため、2020年12月は高速車が車庫の敷地半分を埋めるほどになっており、路線車は中型車や小型車を主とし、大型車は数を減らしている。世田谷営業所、京王電鉄バス公式サイト、2019年11月15日、閲覧。京王バス、中野営業所運行路線図、京王電鉄バス公式サイト、2020年10月、現在、2020年10月2日閲覧。ダイヤ改正、高45A副町駅高円寺駅南口10月16日ダイヤ改正のお知らせ。京王バス。2019年10月14日閲覧。10月16日、五日市街道営業所管轄ダイヤ改正。関東バス。2019年10月14日閲覧。京王バス、永福町営業所運行路線図、京王電鉄バス公式サイト、2020年10月、現在、2020年10月2日閲覧。ABCD、バスジャパンハンドブックシリーズ R62、京王電鉄バス、西東京バス、BJ エディターズ、星雲社、2007年9月1日発行。ISBN 978-4-43441023498ABCDEF バスジャパンハンドブックシリーズ S86 京王バス、西東京バス、BJ エディターズ、星雲社、2014年12月1日発行 ISBN 978-4-43441986663 ありがとうございます。